まずは高校サッカーで青森山田高校、はい、優勝おめでとうございます。おめでとう。どうでした優勝のお気持ちは。いや気持ちよかったです。はい、どういう時が一番気持ちよかった。いやもう5万人の観客の中で、まあ、優勝できたっていうのが、まあ、非常に嬉しかったし気持ちよかったです。これでケネディ選手ね、生で見るとやっぱりかなりの、ね、大きさ。生ケネディ初めての方ばっかりですよね。いますか。そうですよね。なかなかね、あのね、高校が今まであったから生ケネディを皆さんがお見かけする機会ってなかったんですよ。ちょっと挟んでいい？ケネディ。はいはい、見てこの、いやそれはそうですよ、同じ人間とは思えない違い。そうそうそう、僕が仮にこの前に立ったとでケネディの顔見えますからね、これね。不思議なもんですよ。横幅しか勝てるものがないから、ね、そうですよ。まあそのね、大きさを生かして戦ってくださるということですけれども ね、高校サッカー優勝しましたね。改めてアビスパ福岡の一選手として、今年の目標をお伺いできたらと思います。やっぱり、まあ、全員でサポーターファンの皆様全員で J1 に昇格したいと思っているので、やっぱ全員ともに一緒になって戦いましょう。よろしくお願いいたします。素晴らしい。